はい、エアクリーナーの清掃しました。交換ではなく清掃しました。本当は交換なんですけど、まあ何回もねやってるとお金すごいかかってしまうんで、今回も清掃です。で、以前にですね、社外品のエアクリーナー買ったんですね。で、それが本当は新品、ちょっとね家にあるんですけど、なんかね、ちょっと接着剤がはみ出たりして見た目がねいまいちなんですよ。で、使いたくないなっていうのもあって、で、今回はねこれまだもう一回ちょっと清掃して再利用しようかと思います。それで今回はですね、これシールが実はあるんですよ。ケースの方についてるんですけど、縁にずっと一周、それがですね、破損してて、もうだいぶ前からね破損してたんですけど、そろそろねちょっと交換しようかなと思いまして、今回はシールの交換もします。で、多分ねシール入ってるの知らない人多いと思うんですよね。まあ普通ね、エアクリーナーの交換なんかねそんなにするもんじゃないし、で、へっこんでるところにね入ってるんで、多分ね気づかない人もね多分いると思うんですよ。で、私も最初ねシール入ってるなんて全然知らなかったんですけど、なんかねちょっとこうガジガジになってて、へこみの部分がですね、で、あれと思ったらゴムが入ってるんですね、ちゃんと。で、まあもうだいぶ前からね、そのへこみのところにあるそのシールがもう結構ね変なになってたんで、でもうだいぶ前に買ってあったのを今回はねちょっともうそろそろね交換しようかと思います。で、ちょうど私の方場合はおかしくなったシールがケースの車体側の方なんですね。で、蓋側にもついてるんですよ。両方同じものがついてるんですけど、車体側の方なんで、このエアクリーナーの向こう側なもんで、変にね、二次エアっていうかね、吸っちゃうとね、ゴミとか吸っちゃったら嫌だなっていうのがありまして、今回交換します。もしもね、外側だったら、そんなに気にしなくてもね、入ったとしても別にエアクリーナー通ってから空気が中に入っていくんで、まあ、そんなに気にしなかったと思うんですけど、今回はね、向こう側なんでね、エアクリーナーの交換することにしました。で、今これエアでとりあえず汚れ拭いて、で、その後にシールを取り替えて、ただはめるだけっていう、そういう作業ですね。で、こんなね、エアで拭いただけでも、走った時ね、全然もう違うんでね、まあ、エアある人はね、ぜひやった方がいいのかなっていうか、まあ、本当は交換なんですけどね。交換したらね、本当全然もう走りがね、違いますから、たまに交換してあげるのもいいかと思います。で、ここでシールですね、ここのね、縁のところに入ってて、今指で触ってるところ、あそこがね、ガジガジになっちゃってるんですよ、もう。で、多分これ私の、つけたとき、つけ外しの段階でね、多分おかしくしたんだとは思うんですけど、ここですね。で、今これ取り外して、どんな感じだか見ていただきたいと思います。で、ゴム自体は全体的にはね、まだ弾力もあって、まだね、全然使えそうな感じなんですね。で、新品のやつと比べてもね、さほどね、硬くなってるとかそういう印象もなく、もう何年も経ってるんですけど、かなりね、材質的にはいいものなのかなと思います。で、まだね、ちぎれちゃったりはしてないんですけど、もうね、ちょっとボロボロになってるので、まあ、せっかくなんでね、今回取り替えようと思います。で、このね、伸びなんかもね、いいですし、こう、押した時のね、弾力なんかもすごくいいんですよ。で、こんなのね、入ってるの知らなかったんで、もうちょっとね、外したりね、つけるときにね、エアクリーナーを、もうちょっと慎重にね、やってれば、こういう破損にはつながんなかったのかなと思います。で、まあ値段的にはね、部品、そんな高いものではないんですけど、
まあね、変えないで済んだらね、そっちの方が全然いいですからね。今そのゴムが入ったところちょっとね、汚かったので掃除して、それからそのシールをはめ込んでエアクリーナーを戻して終わりですね。で、このエアクリーナーもどんくらい使ったかちょっとわかんないんですけど、まあもう一個ね、予備で社外品のがあって、本当はね、前からずっと言ってるんですけど、純正じゃないね、もっとなんか空気吸い込みそうな、こう社外品のね、こう清、あの、なんていうんですかね、本当に清掃っていうかね、できるやつ、こう乾式じゃなくて湿式のやつがね、欲しいなぁとずっと思ってるんですけど、なかなかね、ちょっと、値段も値段で、まあそこそこエアクリーナーにしたね、いい値段するんでね、どうしても未だに買ってないんですけど、まあね、いつか買ってみたいなって思いながら、もう何年も経って、もう、走行も4万超えちゃったんですけど、まあでもいつか買ってみたいなとは思ってます。てか、この車体もね、もう古いんで、そろそろね、社外部品なんかもどんどんなくなっていくのかななんて思ってるんですけど、前はね、結構いろんな部品がね、社外品とか純正品でもいっぱいネットで出てて、すごい安くね、出てたんですけどね、だんだん減ってきましたね、純正部品なんかは。で、これ、今のシールは、蓋側にも付いてるんですね。全く同じ部品ですね、品番的には。ただケースの方は今回全然平気だったので、そのまま使います。で、何をね、どうやってあそこを引っ掛けちゃったのかちょっとわからないんですけど、まあ普通にね、してればあんな風にはならないとは思うんですけどね。こっち蓋の方にもね、溝の中に入ってるんで分かりづらいですけど、同じものが入ってますね。で、硬さがね、どうなのかななんて思って、ちょっとね、マイナスドライバーなんかでこう、ツンツンしてみたんですけど、弾力性はね、全然、しっかりした感じで残ってますね。で、ちょっとね、中、こう、埃っぽかったんでね、水洗いしたかったんですけど、今日ちょっとね、水の用意してなかったんで、ちょっとまあ、拭くだけ拭いて、もうそのまま蓋しちゃったんですけど、で、このケースですね、実はガラスコーティングかけてあるんですよ。車体全体的にガラスコーティングかけてあって、こうやって触ったりしてるとね、それで、ガラスコーティング落ちちゃうんじゃないかなと思って、すごい心配だったんですけど、まあ落ちたらね、またガラスコーティングかければいいんですけどね。で、この後ね、最後に水かけるんですけど、ちょっと気になってたんで、ただね、ちゃんと水弾いてくれたんでね、よかったです。で、ガラスコーティングね、かけると、この黒さがね、長持ちするっていうか、ガラスコーティングかけた時にもう黒くなるんですね。ちょっと白っぽくなってても。だから、ガラスコーティングかけるのはかなりいいかと思います。で、その動画の方もアップしてありますので、もしよかったらぜひ見てください。で、これネジは7個で止まってるだけで、一番前側だけね、ステップ、後ろの人がね、使うステップ、ちょっとね、邪魔なんで、表側にで出すと、今のとこですね、つけれますね。で、これ、まあ普通の人交換でしょうけど、まあネジ7個だけでね、止まってるだけなんで、ドライバー1本あればね、交換できるんで、すごく簡単ですね。で、まあ走るところにもよると思うんですけど、私は今はね、ちょうどね、土ぼこりとか少ないとこ走ってるので、そんなにはね、汚れないのかなと思ってます。あ、これちょっと踏んだら切れちゃいましたね、さっき。ボロボロになってたとこ。全体的にはね、まだ伸びもいいし、かなりいい状態ですよね。
場合はですね、土ぼこりっていうか砂ぼこりっていうかすごいとこ走ってたんで、その時はね結構エアクリーナー汚れたんですけど、最近はねあんまりそういうとこ走らないんで、まあ、そんなにね汚れないで済んでるのかなと思いますけど、でこれ水かけてみたらねまだしっかりと弾いてくれたんで良かったです。でこの車体ももう4万キロを超えたんで、まあ、今ちょうどゴールデンウィークなんでね、このゴールデンウィークの期間中に、まあ、いろんなことをやりたいと思ってます。もしよかったらいろんな動画あげますのでぜひ見てください。チャンネル登録の方ももしよかったらよろしくお願いします。どうも見ていただいてありがとうございました。